どうもー <laughs> ど、どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、えー、今日も毛花の話やらせてもらうんですけど、もうちょっとなぁ、もう言っていいマジで、もう喉が、<laughs> もう喉が詰まるほど、まあ、マジ頑張ってますっていう、これ、ちょっと、誰もね、これちょっと言ってくれないんだらね、俺よ言ってやるとめっちゃこれ頑張ってるっていう、おもう必死でね、ちょっと働いてるんですけど、まあそんな中でね、今日、えー、シュタルクが、うん、 ま、先陣を切って農研に行ってきたよってことで、ええー、もう載ってんのかなうん。もう、ええー、そののホームページには載ってますってことで。まあ、当然なんだけど、まあ、普通に、うん。まあ、普通に、ええー、クリアってことで、そうそうそう、何がわ、今度はバカある。始まった、始まったばっかりなんだけど、マジで。おうん。むしろ、まあ、農研、これで、ねまあ、ゲート試験通りました。うん。で、そのまんま、ね、農研うん。 まあ、通って、まあ、デビュー、みたいな。うん。まあ、今週からか。うん。今週から、えー、そのだの新馬戦は、今週初めてだっけまあ、五島建てなんだけどね。そうそうそう。まあ、始まりますよってことで。まあ、なかなかね、一番新馬戦遅いというか、うん。まあ全然出てこないそのだなんだけど、まあ <laughs>、ちょっとね、今年は、お今年なんか800と1 0 0が、まあ、初期の頃から結構入り混じるみたいな、お感じもあるんで、まあ、 シュプレムは1、まあ0 0とか、うん、まあ800じゃなくて1400がいいかなみたいな。なんで隠し財産って。どっかこれやってましょうかみたいな、これ。おありますかみたいな。そうそうそうまあねなかなかおやれるなとお。まあ結果はね、まあ見て見た人はもうすでにお,お分かりの通りってことで、やれるなと、マジで。おまあ、タイム、 何秒だっけまあ、51秒台うん。51秒6だっけおお、まあ、ちょっと不良ババアうん。は、まあ、あるとはいえどもだよ。うん。まあ、当然、まあ、当然一着だよねっていう。うん。まあ、当然のことく一着。まあ、ただ、まだこっからからみたいな。うん。こっから、うん。まあ、その調教うん。まだね、やっぱり、なんなんだろうな、マジで。その、うちの <laughs>、 うちのボバ全般的な話なんだけど、頭が悪いみたいな。おマジで。おえ今日は松野に元気もりに来て、この一週間嫌なことばっかり使って。マジでこれ、ちょっと俺、俺もね、そんなに余力残ってないけど、もうどうにかこうにか、もうとりあえず立ってますみたいなお。とりあえず生きてますみたいな。そうそうただ、まあ本当ね、まあ、全員、生きてる人に平等に明日はあるから。マジで。その時なんか、 今日や明日、いいことあるんじゃないか、みたいな。うんまあ、そんな気持ちでね、生きていったらいいんじゃないかって思うんだけど、そうそうそう。まあ、今日は <laughs>、特にね、えー、シュタルク、ボバの方ね、サウスビグラスの、えー、ボバの方が、まあ、農研行ってきましたよってことで、まあ、その辺をね、しっかりとみんなで見ていこうと思いますってことでね、これ。そそそうそうそう まだまだ出てないのかなお園田のホームページをね、まあ、ちょっと開きつつってことで、えー、開きましたの、えー、コントラートデスクトップということでね、おえー、どうも、えー、どうもジェリンです、どうぞよろしくお願いしますってことでね、おもう兵庫ダービー、今週か、うんねまあ、こっち兵庫 FC スプリントもまあ,あるんだけども、おまあ、いよいよちょっとね、まあ 地方も重症シリーズってことで、そうそうそう。えー、また IE ダメじゃないかっていう。IE なの ?IE はちょっとどう,どうか分かりませんけどね、うん。あのよかったらみたいなね。あんたの顔はね、こちらですってことで。そそそうそううちゃ,んしちゃん、ね、お久しぶりってことこれ。おーねみんな元気ってことで。脳、まあ、研情報ね今日流していこうぜってことで。うん。シ、え、ュ、ー、タルク。農研脳、えー、研 えー、情報ってことでね。もうまあ、まあ、普通に、普通に合格。まあ、普通に1着合格ってことでね。うん。そうそうそう。人がいないねってことで。まあまあ、そこは、まあまあ、数じゃなくて、質で行こうぜみたいな、そうそう、えー、隔,離隔離部屋じゃないですけどね。はあ、普通に、まあ、会社の近くにもうちょっと借りないと。 全然間に合わないってことで。そうそうそう。FC スリング、これちょっと見たいけどね。まぁ、あ、ちょっと後ほどってことで。そうそう,そう。来、OK、ますってことで。いや、ダービー出ないよ。うん。ダービー。まぁ、あ、距離とかね、やっぱそこ大事に使っていきたいから。そうそうそう。いうことで。まぁ、あ、これか。うん。スマイルスタッフ。<ー>まぁ、普通に、普通に、普通よ。うん。え四48キロ。うん<ー>。まぁ、普通に、普通やったね、みたいな。お えおい、待つのって、おい、こいきかよ、みたいな、これ。誰が指名手ハイハイやねん、みたいな。そうそうそう。まあ、普通に。だ、今週、水曜日かなおあさってか。うん。あさっての、まあ、新馬戦と、まあ、比較してもらったらいいんじゃないの、みたいな。うん。そうそう。ダービーは夏かなって、どうやろうな、っていう前奏ちょっとね、まあ、参考になるかならないかってとこあるけども。そうそう。まあ、やっぱり、舞台山がね、順調すぐるみたいな、う。ん と下タルクの初戦は6月末か7月ぐらい、まあ、そんなもんじゃないかな、うん。そんなもんだと思う、マジで。うん、今のところ <laughs>、さっき言った1004と1004と820か、うん、の新馬戦が、まあ、初期からね組まれるということで、まあ、選べるんだけど、ここはシュタルクはやっぱ短距離おって感じするから、まあ、飯田先生も焦らず、まだちょっとね全然上積みはありますよと。うん というふうに言ってるんで、まあ、ここからどこまでね、あのー、伸びるかというとこなんだけども、うん。バタイジュにな、481これ。おぉ、どうよ、これマジで。おぉ、いっちゃうんじゃねえ、いっちゃうんじゃねみたいな、これ。そうそう、良いバタイジュにな、これ。おぉ、全然期待がいあるよっていう、これまたキャンセルドってことで。おちょっと待って。えぇ、ー、sharp の g e n イ i n e j p スラッシュ mu ってことだね。そうそう。今回はバタイジまあ、今回はだからやっぱり出してる彼もね、おぉ、やっぱり、 まあ、300とか、で、育成200とかかけてるから、まあ、やっぱここはちょっとね、うん、まあ、そこは、ないとむしろ困るよねっていう。おまあ、あとはもう、ちなみにと、明日、うん。えー、ね、普通にじっちゃうかった。明日、えー、シュプレム、え農、ー、研と。うん。いう感じなんで、うん。ここ続けって感じだよね。うん。そうそうそう。 この辺は非常に大事ですっていう。うん、まあ、バタジ含めてね。そうそうそう。えー、とりあえず3キロ食べようかねって。なんでそんなそぎ切りみたいな、これ。誰が、誰が生ハムのなんか、あのそぎ売りだよみたいな、これ。そこじゃねえだろうっていう。そうそうそう。4だ。これって別にキロの値段じゃないからね、これ。体重だから。おキロいくらとかその話してるわけじゃないんだから。481キロだからね。3000円くらい。じゃあ、とりあえずね、あの3枚。バカ野郎、これ。こうデビュー前のシンバーいきなり食おうとすんなみたいな、これ。ちょっと。ええー、ね ドールってイ池江パパ先生の持ちまちゃ、あ、そうなの?。うん。どれだろう。ネージュ、ネージュ。ネージュ、ネージュ。うん?。どれみたいな、これ。え、いた、そんなの。えあ、いた、いた、いた、これ。お。ネージュ、ドール。お。まあ、調教師が見る目って、なんぼのもんじゃんみたいな。お。の馬が。これかな。うん。あ、ほんまや。お。 お父ちゃんの前、あ、ドンマイとしか言いようがないですねっていう、父、うん、あ、ステイゴールド、これね、見た、おーブリザップセル、そうそうそう、そうブリザップセルで3000万、ドンマイとしか言いようがない、これマジで、ドンマイとしか言いようがない、ね、ちょっとまあそっとしといてあげましょうっていう、バスってことだよね、うん、そのたび来ましたっていう、そうそうそう、まあまあ、タイムいいけどね、まあでも、 どうだろう不良で1分30秒って言うと、おまあ、うちの、まあ、うちのまで言うとプロバイダいかがな、みたいな。そうそうそう。えー、うあれ許可したけど、これ。<laughs> うん。センサールあれモード、シャープジェニューイン、JNU-JP-MU、えー、ーンってことね、これ。おそうそうそう。ねどうなったんだろう、みたいな、うん。まあ、シュタルク。おまあ、普通に、いいだ先生から。まあ、 まだちょっとお、調整不足というか、は否めませんが、あのー、まあ、とりあえず一着ということで、みたいな。うん。まあ、そこはね、みたいなね。そうそうそう。でも、だいぶ、その自分の役割というかお、置かれてる状況は分かってきたみたい。うん。そうそうそう。ね、どうしたっおだそう。ありがとうございます。 とねいろいろ精神的にも <laughs> まあ仕事をマックスやってるんで、まあ、こう癒しが必要だよねっていう、プロはどうしたんですかっていう、プロ、何のプロ、うん、あのー、井上プロは元気だと思いますよ、はい、あのもう最近も大阪行ってないんで、ちょっとわからないですけど、はいそう誰が乗ったのっていう、そこね、ちょっとわかんないんだよ、これ、た、う、ぶん多分ジョッキーだと思うけど、お誰なんだろうね。 モンベスはサウスビア3区、6、7と勝ち上がってるよって。まあまあ、だからそこはね、もう例年通りって感じよ。うんで。あとは、その、<laughs> そう、今日、それ聞いてなってつなぎの部分。その辺の、まあ、なんだろう、ケアさえしっかりしとけば <laughs>、問題ないじゃない,ないんじゃないかなっていうね。うん。連中、常駐苦情した。苦中は多分ね、あの、もう、検疫の時にやってると思う。 お、まあそこはね基本中の基本ってことで、お、まあこの辺のバタイチもねやっぱり栄養が回らないと、うん、まあね育たないからっていう、そうそうそう,うなんで、まあ順調、うん、マジ今んところ、まあ、ただねちょっと、もう言ってたそのねスマイネル軍団ボバの傾向かしらと、お。 あの頭があまり良くないですねと、じったその婦女、分かるこの、要は圧迫とかね、前に行かせるためにこう、客って言って足でこう胴を、ね、圧迫するんだけど、まあ、それに対して、何ですかみたいな、何か用事ですかみたいな、そういう反応が返ってくるみたいな、うん、むしろ、そうそう誰が起用したくらい先生っすいませんってことで、聞くの忘れてましたっていう、そうそうそう、プロバイダーはどうしたんですかっていう、まあまあ普通に、うん、馬体を。 まあ戻してると。ただ、あんまりね、買いが良くないっていうお。買い食いがあんまりね、まあ、要は食が進まないみたいな、うん、ところがあるらしくて、ちょっと心配してる。マジで。うん。まあできればね、プラス30キロぐらいでできてほしいっていう気持ちもあるんだけどね。そうそうそう。まあちょっと、ね、まあ貧馬の気難しいところが、まあ、出てるのかしらっていう感じかな。そうそうそう。まあ、シュタルク、普通に、うん。まあ、 と、まあ、大事だからね、最初。初戦でも勝つか負けるかっていうのは結構賞金で言うとね、数百万、数百万、まあ百万まあ、100万レベルうん。100万ぐらい違うから。そうそうそう。が、えー、なんだこっちだっちゅうの、ことこれ。誰が取ってんだよ、マジでこれ。誰が取ってんだよ、これ。そこが気になるっていう、これ。 サウスペナは1600ぐらいまで持ってほしいですね。どうだろうね。まあ、サウスってなると、やっぱ1 0 0 0ってイメージー。で、それで伸びてま1600みたいな。そういう感じかなと思うけどねちょっと。ケースの代わり目やし、元気ないんじゃないプロバイド。まあね、確かに、そのまあ、フケ的なもの。うん。まあ、時期的なもの、もうすぐ終わりかなというのはあるんだけど、ちょっとまあ <laughs>、買いが良くないと。うん。だそこがちょっとね、心配してるねっていう。 えー、食欲がないのか、そうめんは対応って、別に夏バテじゃないからね、こう人間的な感じ草食動物だから一応。うん。だからまあ、塩漠とか、まあ、平均部とかわかんないけど、まあ、とりあえずそういうもん食ってるんで、まあ、ね、食欲増進してほしいなとは思うけどね、そうそう、プロバイドか新馬戦、プロバイドか新馬戦はそうだに応援い行くのかってまあ、タイミング合えばだけど、正直今あもうちょっと東京からほぼ動けんから、うん。 まあ厳しいかなっていうのは思ってるけどね。もう今はもう俺も我慢よお。ここは耐える時期よ。うん。なんで、もう、例えばね、それこそ井上プロとかマッキーとかに、もうちょっと応援とか、もその見届け、見届け人としてはもう任せると。おスマイデル軍団全員でもう馬主をやってますんで、うん。そこはもう任せると、えー。中央のダメージ大きいか。まああるね。うまあ一応俺的には、 まあ線に使って、その、ビュンビュンの馬にして、さっき言った八百、うん。この、俺的には八百使いたかったんだけど、まあちょっとやっぱり馬が痛むと、うん。いうので、先生がちょっとまあね、反対されたというのもあるんで、まあそうですかというところで、今回見送ったんだけどね。これ、おまあ,ありかなと思ったんだけどね、これね、そうそうそう、まあ、なしっていうことで、うん。 松の会社は共同出資なんやなっていう、まあ、ジョイントベンチャーってやつですね。はい。まあ、俺も金出して、で、企業、そのね、まあ、賛同してくれた企業も、あの、お金を出してくれて、うん、まあ、それで会社が出来上がるんですよっていう、そうそうそう。まあ、戻りますけども。うん。シュタルク。まあ、とりあえず農研としてはね、旧大点かなと、いい田先生は、あのー、言ってましたよ。そうそうそう。シタルクの2歳上の姉って、チューブのボーカルのマンなのっていう、そうなの おそこは、ちょっとうう、知らん。えサインゴールドサインゴールド。うん。見てみようか。おうあ、設楽も名前ついてんだ、これ。うん。早いねってことで。そうそうそう。えっと、3区一覧の2つ上 2> お<う>。ノブローズうん。あチューブ前だ、これ。お<う>あれ。あれああ、夏休みの人、これ。おうん。おお、めっちゃ勝ってる、これ、しかも。 おめっちゃ勝ってる、これ。まあ、あの、笠松たけどね。うん。こんなに勝ったら嬉しいよねっていう。おーダート。おなんでこんな急に走るんだろうっていう。ハネスブルクか。まあ、芝っぽいけどね。おぉ。まあ、母系のダート適性は間違いないと。うん。やれると思うんだけどな、マジで。そうん。ノエプロって競馬関係者かっていう。まあ、競馬関係者というか、まあ、スマイルネイル軍団。おぉ。かっこ初期メンバー。かっこ閉じる。 うん、フスター乗ってんだ、これ、所詮、うん。なんで、まあ、欠かせないよね、みたいなお。セリの値段は乗ってない。ノブローズ、うんまあ。ノブ言うぐらいだからね、多分チューブなのかしらっていう。おーまあ、ダートはだからね、もちろん、まあ、決闘から言って、うんまあ、全然適性ありますねと。おそこはもう全然問題ナッシングと。おこいつパタージュどれぐらいよ。おーあ、でもちっちゃ。 おこんなちっちゃくても走るんだったら、あんだけでかかったら走るでしょうよっていう。そうそうそう。うこれはね、まあ、心強いねっていう、兄弟走ってるっていうね。うん、まあまあ、笠松だけど、ちょっと軽めだけどね、馬場的には。これ、うん、俺もうついてる。ま、うん、あ、珍しいというか、うんね、320万ですよっていう。ノブの冠やチューブの前棚まあ、そうなんだ。おね、えまあまあ、その兄弟を持ってますねっていう。シタルクの。 ね、これ、おの、俺たまに早いんだね、結構ね、デビューするまでなんかつかないイメージあったけど、うん、まあ今んとこ、まあちょっとね、なんか育成の部分というか、その馬、競走馬としての覚えなきゃいけない、その、なんか、なんて言うんだろう、指示とか、<laughs> うん、っていうことはちょっと遅れてる感はあるけど、まあまあまあ、全然、おこっからかなっていう、なんかそのね、結局、脳研、まあ前に発送検査行きましたよねと。 で、それを今日思い出してか、なんか、あ、行かなきゃみたいな、おそういう感じの、あのー、手応えはあったらしい。全身規制っていうのがちょっとわかんないけど。おだから、あのー、まあ、合図、合図なのかわかんないけど、まあ、むちにはもちろん反応しますと怖いんで。うん、で、まあ、ピュッといって、おまあ、51秒6。うん、ま、あまあ、あタイムプ平凡だけど、不良にしてはね。うん まあ良かったんじゃないかなっていうのはあるけどね。そうそうそう。すみません、誰の話ですが。どれだろうね、これね。まあまあ、もうちょっとでもね、かかる気がする、まだ。うん、まあ、早くて6月末とか、7月頭とかの、まあ、820かなと。まあ、でもね、強い馬がどんどん出てくるから、まあ、そこを、ね、そうなる前にお、早めにちょっと行っおきたいなっていうのはあるけどね。うん。農研、どうやったんだろう、他の馬は。お他の馬は。おもう、結構、だ、こと、 新馬戦もう始まるってことは結構もう脳研ほとんど終わってるもの多いんだよね、これ。うん。まあでも52秒台か。まあ各ね、脳研だけでどうにもなるもんではないけどね。先日の多い東京ダービーは JRA の500万を買ったばかりのバルダッサーレが大いに積戦七橋三賞はそうなんだ。おまあ、なんかね、やっぱ中央って強いなっていう、うん、ところあるけどね。ハイブログってなんか今日出てたっけ、確か。 今,日とか今週か。うん、まあ、こいつとかね、ちょっとお、どれぐらいいくもんかっていうタイムがね、まあまあ早いんで、そうそうそう、両馬場か。デビュー戦勝ったらまた手当ていい。手当ていいよお。デビュー戦勝ったら多分200万ぐらい入る。お脱走と、まあ、半分とは言わないまでも、まあ、それぐらいの、ね、お金が返ってくるわけだから、まあ、先々のことも考えると相当楽かなみたいな。そうそうそうまあ、でもやっぱ51秒台出てるのはそんなに多くはないから、お まあまあまあ、相手次第ではね、やれるんじゃないかっていう、うん、ところはあるけどね。おまあお、その、ねえ、万歳って感じでももちろんね、この、まあ、不良婆婆で、うん、不良婆婆のタイムだから、まあ、別にそんなねえ、よっしゃーって感じじゃないけども、まあ、普通にお、いいんじゃねみたいな、うん、そう,そうそう、ぐらいあるかなっていう、うん。 これね農研はね、もうやっぱり農研去年も何、何西脇でもう48秒台とか、ボーン出して、よっしゃーっていうの来たまが意外とね、なんか、おまあ、意外とみたいな感じもあったから、まあ、そんなね、まあ、参考、参考にはなるんだけど、これだから、じゃあどうよっていうのは、うん、あまだわかんないよねっていうね。そうそう,そう。なんで、まあでも、ね、悪いよりは、 おいいからお。まあ、もちろん合格、合格やしね、うん。まあ、そこは素直に喜んでいいかなって。飯田先生のところもう一頭いるんだ、これね。うん。爆やうん。新馬ね、爆やうん。この絵、ね、ちょっとね、意識しちゃうよね、みたいな。うん。コーチで検限定騎乗してる中田君、そんなで一生しかできなかったの、ね、に、コーチ2日、二 <laughs> 日まで参勝したよって早っ。 さすがやなっていう。これどうなんだろうね。合ってんのかなうん。まあいいも回してもらったのかなって言われるけど、中田君見てみようか。うん。えーっと、どうやって見たいのこれちょっと。騎手、うん。中田。中田。出てくるかなこれで。うん、これか。おお。お,おすごい。え、2番人気1着。うん。1番人気2着か。これ残念っていう。 6万人気お、すごいね、これね。6番、7番人気、6番人気、かかっちゃってるよ、みたいな、これ。おねこれちょっとなんか、そのだジョッキー、ここにあり、みたいな。うん。ねよく、どういう、どういうレース展開だったのかな、これ。中田くんだけに逃げやっぱり。おこれ、あゆ特別。おー。馬番、7番。枠。9等中7番人気よ、これ。おちょっと見てみようか、これ。 6月11日。うん。競馬、中継うん。高知。うん。加工映像の、えっ、ー、と、6月11日か、うん。日付。えー、6月11日の、うん、高知、これか。うん。あゆこれか、あゆ特別。ちょっと見てみよう。うん。あ、追い込みなんだ。 お、目覚めたのかな、それなんか。3歳2組の1300メートル戦です。17、えー、番。9頭収まりました。しねうん、スタートしました。 コースターあとは1番瀬戸のチェイサーが切りました。外では6番アクティブバルドがこれを抑えて先頭に変わります。9番モズジュピターが現在2番手の外。その直後5番ナムラゴエモンとそのうち4番平八丈。最内が3番ナムラルーシー。ね、大外から8番エメラルキリシマと先段。ね、あとは7番のサワラビ。<ー>最後方2番アーユータカトレアで1000メー式。1> 段,1段で2コーナーに向かいました。 先頭は6番アクティブバルド宮川ミノルで1シンのリード, 2>, ド2番手9番モズジュピター3番手2頭外が5番のナムラ越えもん動いてここ内は1番セドのチェーサー800切りました1馬身半差8番エメラルキリシマが外その内目が3番ナムラルーシー<や>あ,あと4番の平八丈です3馬身差7番サワラビ最高峰は2番のアーユーカトレア全体は15馬身ぐらいで600を切りました、ねこれね、小どころに向かっています 相手が9番、モズジュピター、3頭1段だが、抜けていきます、5番、ナムラゴエモンです。400切りました。4番手に1番、瀬戸のチェーサー。ねうん、あとは3馬身開いて、3番、ナムラルーシー。外には、あそこの辺りは、8番、エメラル・キリスマと大外が7番、サワラビと中段、第4コーナーがあーから間もなく直線。先に抜けた5番、ナムラゴエモン。2馬身から3馬身、残り200を切りました。2番手、9番、モズジュピターがこれを追ってくる。3番手から今度は、7番、サワラビが追い込んできて、100を切りました。先頭は5番、ナムラゴエモン。外から7番サ、番7番サワラビ。 さわら中田隆が差し切ります。一馬身、二馬身のリード、ーゴ合意。二番手接戦は、五番、名村五右衛門か、九番、モズジュピター鳥。あと八番の、エメラルキリシマが、四番手です。直線で、一気に体勢変わりました。七番の、さわらびです。中田隆でれ上がりの八百メートル、グースの高尾隆の四。六百メートルは41秒7、四十一秒。中に、バツだよ、これ。マジで。おお。こうして、追い込みに決まりにくいイメージ。まあね、小競馬全般的に、そうなんだけど。 ねえ、よく頑張ってるって、これ。おもう三勝か。<laughs> もう3倍勝ってるっていう。お中田君だからね、そんな上手ないちゃんと、うん。乗れる乗れる。うん、いい馬が、後は回ってくるかどうかっていうところ。あと、優しすぎるその性格。おまあ、その辺が、ねえ、まあ、ちょっと、わざわいする時もあるのかもしれないけども、でも、基本的にいい子やから、本当に。お頑張ってほしいなと思うよ。うん、そうそうそう。 まあ、中にデシタルクっていう。おここはねお、まあど、次の、新馬戦、うん、に向けて、まあ、調整なんだけど、転換向いたな気持ちいいって。まあ、ね、スパーンと決まったよねっていうね。そうそうそう。それ、なかなかねお、地方だとあの位置だともなんかちょっと絶望的な感じはあるけども、おそこは良かったよねっていう。そうそうそうあとこれか。 5等立てよ。これね、もう出た瞬間、はい、賞金おめでとうっていう。うん。全等賞金もらいますっていう。おそうだちょっときつくねっていうのがあるけどね。おお。<laughs> これ。うん。だからここ、うん、さっき言ったハイブログ。うん、まあちょっと内枠なんだけどお。まあこれが結構ね、51秒3だっけうん。まあ出ったんで、これがまあ一番人気なんじゃないかな。木村直樹も乗ってるし。 ヒムラジョッキー、シンマー、バ、ま、ワ、あ、か、55なら飲んるけど、54は無理なよね、多分、体重的に。おーまあ、ギリギリってことで。また、ローランドアイか。おーなかこの星何これ星おー。これ何星。なんか、新人、減量みたいな感じこれ。おーおほこれ星、星なんだろうこれ。角は広みたいな。おーこれ。おー ローランドアイ、うん、まあね、順調にいって言えば、まあ、このね、レースとか全然使えたんだろうけど、まあ、プロバイドがいかに順調だったかっていうのを表してるよね、これね。おまあ、ちょっとここにはね、正直間に合わなかったと。おしんちゃん、おいしいー、最後 VTR によって。あ、おいしいってこと、これ。ね、ちょっととりあえず、あの定期的にはね、配信やってますんで、まあ、ちょっと仕事はきついけどね、ね今、把握しばって頑張るしかないだろうっていう。おまあ、5等立ての新馬戦。 まあうちのまあまだまだね、もうちょい、ま、あ1ヶ月ぐらいかな、まだ先出しっていう、うん、ところがあるんで。ただまあちょっとマークはしとかないとね、おまあライバル場だから、うん。1着100万か。ちょっと増えたね。おで、手当関連なんだかんだで多分100万出るから、でかいよ、マジで。おこれでかい。うん。なんとかね、勝ちたいよっていう、シンバーね。そうそうそう。あとはもう、おー ね、この、えー、有料、2歳、バー、導入、促進、対策、事業、対象、競争、長いわ、みたいな。おこれだと、この賞金100にプラス100ぐらい乗っかってくるから、うん、結構でかいよね。お結構でかい。うん、だから、新馬線はちょっと気合い入れてみんな乗り込んでくるから、もちろんその後のアッパートライとかってあるから、もちろんそっちもそっちなんだけどね。うんまあ、ちょうどいいバランスみたいな感じ。 あとは、この次の日とかはもうないよね、新馬戦とかお。まあまあ、兵庫ダービーがあるけどねお。まあ、兵庫ダービーはどうやろ。まあねえ、退山二といますけども、まあ,あまあ、舞、ま、山、あ、まあ、ちょっと打ちわくは引いたけど、強いよなあ。1.6秒とか、これ。マジで。うん ちょっとね、やっぱ違うよねっていう、うん、やっぱ、もう地元、まあ、重症、重症はね、まあ、さておきよお、グレードレースーさておき、他のレースはだもんね、全部ね、全部、うん、ほぼ完勝っていう、たこれ見るとやっぱね、ちょっと格は違うなっていう風には思うけどね、そうそうそう、まあ、いじゃん。 あとはね、ちょっとまあ、最近調子、ね、両方ともこれ、荒い級者になったんだね、これね。うん。ノブ・タイザン。まあ、ちょっと古いませんねって感じはするけども。プロバイド新馬戦懐かしいね。プロバイド新馬戦、ね、本当にちょっとね、まあ、あの時は正直言う,、まあ、言うと暇だった。マジでお。別に仕事大したことないしっていう。なんで、まあ、本当、なんかね、いい、いいところに立ち会えたなと。 いうのは思った、まあ、今年はもうちょっと今はね、も、ま、う、あ、そうはいかないけども。うん、夏ね、ちょっとこう前、前蘇間の時期、これはさすがにね、ちょっとババが、うん、ババがスリッピーやったからね、うんまあ、ちょっと難しいかなっていうのあるけどもね、ねぜひね、また土屋先生に頑張ってほしいなっていう、うん。そうそうそう。まあでもいいメンバー、いいメンバーねおー。結局これ、どれだっけ、うんまあ エイ西ニシパとかもね、ここまで、菊水までは相当人気。ま、ただ、ちょっと心のね、馬バで、まあ、大崩れせずにっていうのはおう、頑張ったし、兵庫チャンピオンシップでもね、おまあ、地元再選着おしてるしっていう。うん。研ーバは吉原かっていう。うん。あの、金沢おね、ちょっと遠征っておって。おう、田先生。なるほどねお。全然チャンスあると思うけどね。うん。なんかでも、 おなんかうち俺の以外の馬で重症を取るなんて、飯田先生みたいな、ちょっと,なんかちょっと軽いジェラシーを感じるのはなぜでしょうかみたいな。お木村高子さん。よく聞くよね、これね。おこれでっていうか、この丸さんね。お何の丸さんだっけ。検脚、まあの、まあ、そっか、ケンスターハーバーとか、ハーバーハーバーの丸さんね。そうそうそう。レーシヒカリのついでに条件戦のレース見たら、賞金地方以上に安くてびっくりしたっていうの。条件戦のレースは、 衛心、英光の、光のついでにって、どういうことや。うん。まあ、安いよ、ほんと、基本は。おまあ、でも、でも800万よ、でもお。夢はあるよな、これ。地方で800万。おこれちょっと人生、まあ、人生変わるか変からなかったらその変わんないけど、お800万と、まあ、全能ロブロイの種付け券。多分これ、売りっぱだったら、多分1000万くらいいくから。うん。マジで。 これでかいよねおう。そういう意味では。まあ、ちょっとうちのビグラスは1870走れるほどは絶対無理だけど、うん、これ夢あるよねっていう。そうそうそう。うねえっていう。えいしんかいな。本当に。今、なんだっけ、レーティングナンバーワンだっけ、世界で。おうあのジャスタウェイに続くみたいなお。すごいよな、これ。なんでこのえいの間 こんなユーマと、うちに回ってくるみたいなダバの馬がいるんでしょうかみたいな。おねえ、これ全然人気ないのに勝っちゃうとこすごいよねっていう。2連勝ですよ、マジで。おこれね、海外人は。うん、まあ、本当に、うん、なんかね、このまま頑張ってほしいなっていう。これ衛星強い馬っていうのは基本的にねお、まあ自力自、自力があるからっていう、うん。だからどんなレースでも対応できるよねっていう。こんだけ海外でやれたらね。 ああこのま,まどこ行くんだろうこれ。うーローテ的に。外戦文書行くのかなまあ、距離がちょっとあれか。届かないか。うん。ねえ、ちょっとまぁ頑張ってほしいね。っていう。まぁ、あ、こういうまま回してくれませんかイシンさんっていうのあるけどね。そうそうそう。まぁ、あ、ダービー。うーん。まぁ、あ、新馬戦がね、これこ,こ今年初でしょ一応。うん。今年初でしょこれ。おーあ、でも三歳単独戦って千1230あるんだ、これ。うー 知らんかったもん井田先生、ないって言ったけど、あるやんけっていう、まあまあ、A クラスはないのか、うん、これね、初めての新馬戦ってことで、だ父見たらね、スマファル、えー、トランセンド、バーみたいな、おなかなかウケますよねみたいな、お何、ベルモントステープ欲しかったね、3チームやっけ、まあまあ、そのね、やっぱ、本当ね、挑戦するだけでも非常にお金かかるというところで、よく頑張ってるよねって、うん。 思うよ、マジで。陣営はね、あのー、ほんといろいろ、ね、抱えるもん抱えてやってるから、そこはね、普通に尊敬するけどっていう、光の自尊って。どうなのね。まあ、しばらく多分、2、3ヶ月空けるんじゃないどっちにしても。うん。なんか、宝塚使,う使わないよね。うん。高塚県あれか、一部なんか、人気投票ナンバーワン、サブちゃん。おねあの、北さん、なんだっけ、ブラックか。うん。ねえ、らしいってことで。まあ、北さん、ブラックもね、あの、社内生産じゃないから、なんか、 夢があるよね。社大生,生産以外で、こうなんか天皇賞を当るっていうのは、ここ、ね、世界ないって、はなんかもう、なんか1万位ぐらいだよ。1万位にも入るかみたいな、おそうそうまあ、ひどいもんですよっていうね、本当に、うん。佐賀ですら勝てないっていう。まあでもね、諦めてないけどね、おいつか雨降って逃げ馬いない中で、短期逃げでドスローで残れみたいなお。どんだけ条件厳しいんだよっていう。そうそうえー、光かり15日 G1。 プリンスウェルズ出走、圧倒的一番人気でっていう。なんプリンスウェルズ、もうどこの競馬場かもわかんないけどね、これね。おで頑張ってほしいけどね。うん、ま。多分ヨーロッパかお。まあね、このクラス、まあその、我々、ね、また羨ましがってる場合じゃないんだよ。うん。早くそこに行かなきゃっていうおところもあるんで、まあほんとね、まあ今焦りも禁物。 お地道に、まあ、やるっていう、一つずつ積み重ねていくプロバイドが、まあ、俺のステージをかなり上げてくれたから、さらに今年続けと,、うん、というところかなっていうね。そうそうそう。何、日ぶりから日本だと適齢すスがないな。東京2100のオープンとかって微妙なちやなっていう。まあ、25とか、まあでも25持たないのか。おまあ毎日オーとかね、あと。1 0 0とか。あれ入れそうだけどね。そうそうそう。どうなんやろね。まあ、ねえ、 世界でね、その名前をジャスタウェイについて、ね、レーティングナンバーワン取ったわけだから、おそう頑張ってほしいなと思うけどね。そうそうそう。ね、イギリスのアスコットをとけば、あ、イギリスか。おなるほどね。ってことで,、まあ、で G1 というレースが多いからね、向こうはね、うん、数がね。おまあ、でも非常に強い馬が集まるレースだと思うし、頑張ってほしいなと思うけどね。そ,うそ,うそ,う、まあ、そんな中で急にあのスケールは小さくなりますけど、はい、あのー、その他でもね。 新馬戦始まってますんでっていう、うん。今年のシンバってそうそうそう、さっきも言ったけど、どの辺が勝ってるどの辺が。見てみようかお。レーティング。まあ、この辺ね、今年もね、こうやってシンバがてば、またその金で、うん、次のお、まあ、シンバに全額投入って、まあ、当然だけどね。うん、まあ行くわけだから、そうそうそう。これどうやって見たい,いんだ ?2 歳でいいのかな ?2 歳の、<laughs> サイヤーランキングうん。これでいいのかなおー。ああ、でもまあ、サウスやな。あ、でもスマファル意外と来てんだ。うん。スマファル意外と来てるね、これ。お3、3頭勝ち上がり。おー。12分の3。まあ、そういう意味では、まあ、サウスの方がね、この圧倒的勝ち上がり率みたいな、おお。のはちょっとやっぱりすげえなっていうのはあるけどね。 カジノドライブ。カジノドライブね、意外と足の形悪いから、うん、そこは結構ね、いいよね、みたいな、うん。あとはもうちょっとね、1勝とか2勝ばっかりだから、うん、まあ、ここはいいでしょうっていう。うん、スマファル、まあまあやね、うん。まあまあやねっていうこれ。うんまあ、3と、うん、と、うん、まあどっちみたいなね。そうそう 3とまあまあ、もうちょっと見てみないとわからんか。うん。もうちょっと見て、あ、鈴鹿、鈴鹿構図へ。まあ、渋いねっていうね,、うん、ね。明日のシュプレムの脳研誰が起用したか聞いといてねい。そうやね。多分ね、竹村くんやと思うけどね。違うかなおなんかそんな気がする。うん。前になんか脳研ゲート発送検査乗ってたのは、あのー、竹村くんやった。確か。うん。確かね。 おうなんか、見せたっけあの、動画。見せたっけちょっと、覚えてないですけど、おう多分ね、あの勝負は竹村くんやと思った。うん。そうそうそう,う。なんで、多分今回もそうなんじゃないかなと思うけどね。まあ、このタイム次第でね、初戦のジョッキーも変わってくるだろうし。そうそうそう。まあでも、サウスやっぱすごいね。偉大。う偉大だわ、これおう。だって、 こんだけ15と走ってての2分の1の勝ち上がり率なんやだもん。おう50%よ、勝ち上がり率、うん。ということはだよ、マジで。おそこ、外れ引く引きますむしろ、みたいな。うん、そうそうそう。うまあ、ね、やれるんじゃないかと思うんだけど。そうそうそううまあまあ、その、今の脳研見てても、そんなね、びっくり、あの、も、まあ、どうなってんねん、みたいな。お そこ,こにはなんないし、まあ、親の遺伝、父の遺伝はかなり強く受け継いでいるような体はしてるから、おそこはだから安心してるんだけどね。そうそうそう。金引き死んじゃったし、高騰するでしょうかねっていう。うん、どうだろうね。金引き、まあ、バーミーよりも俺は金引きの方が好き。おあの、守護馬としてね、種馬としては。うんまあ、やっぱり、あのー、決闘金引きと。 まあ決闘から行っても、うん、まあまあもうラストクロップね、近いからあんま見ても仕方ないかもしれないけど。まあ、バットミやっぱこれに何つけるって言ったら、まあそうやな、生かすところというと短距離狙うんだったらミスポロのクロス入れてもいいし、うん、まあデュピティミニスター、まあちょっとね、巨字席にデュピティミニスター入っちゃってるんで、 まあ、バーいいし、バーよりほどじゃないけど、完成しちゃってる感じはあるよね、まあ。ロベルトでちょっと重めにパワー継ぎ足してもいいし、まあ、ビュンビュン狙ってミスプロのクロスで短距離狙ってもいいし、みたいな。おそういう感じだよねっていう。うん、まあまあ、そういう意味であればもうね、あの、なんだっけ、セレクションセールおーセレクトセールともう終わったんだ。まだだよね。うん、セレクトセルまだだよね。お セクション性のカタログも出たからね、これ。これ。ちょっと見にくいか、これ。こっち。出てるからね、これ。まあ、やっぱね、さすがにいい。さすがになかなかいいなと。うん、俺的にはあ、そうやな。やっぱロージズがね、俺すげ気になるんだな、ロージズが。ロージズいいわっていう。 プリサイスはちょっとね、ゲートが悪いっていうので、気象の大事さっていうのを思い知ったから、そっ,っちは嫌だかなっていう。うん、あとは死にミニ、うん。ちょっと短距離狙っていきたいから、やっぱり、うん、死にミニとかもそのロベルトじゃが、あれかあの、えー、AP インディか。AP インディだと、ちょっとね、短い距離ってイメージがないから、最初つまずいてね、ちょっと金が。 お初期かかるみたいな、そういう感じになんないかなっていうのがあるんで、うーんまあ、そこちょっと心配だけどなっていうのがあるけどね。そうそうそう結構良かった。おーオールセーブルね、芝、まあの方では結構評判いいらしいけど、そうそうそうーセーフトセール画像出たの全部は見ましたが、ちょっと疲れた。<laughs> マジかっていう。おまあ、ちょっと俺も見ようかなと思ったけど、さすがにちょっと最近体力、まあ、ないのと、ちょっとパケットもかかっちゃうし、おまあ、この辺のね、やっぱサウス。 英神と,とか気になるけど、もう、英神牧場売りに出すんだ、これ。おマジかっていう、うん。ちょっと見る、これ。おああ。まあ、一切場だからな。ちょっと正直欲しい。触手は、俺の触手は動かない、これでは。お俺の触手はこれでは動かないよ、これ。お血統多分これ3で入ってるんじゃないどうせ、冒険に。 ほらなサ,ンサウスはサン入れたらダメよ。うん、まあ、ヘイトリーズン55ってことで、まあ悪くはないけどでもね、ちょっとね、俺はこれでは触手は、俺の触手は動かないよ、これは。うん、ちょっとね、無理ですねっていう。うん、まあパイロとかね、その AP インディケ、死に耳とか、うん、あの辺でもう完全非サンデーでパワー狙って、がっつり行くのも、うん、ありっちゃありだけどね。うん まあ今年の新馬たいかな、これはお。まあいい感じでね、いい感じの2頭だと思ってるね。うん。ビグラスってだけで魅力だわって。まあビグラスだけでも魅力なんだけど、でもまあお値段もね、しますからね。うん。お値段も結局しちゃうんで、あんまり多分、なんだろう、うん。まあ値段なりっていう感じになっちゃうと思うんだよね。だから俺の買った、まあ、サウスは300万うん。も、ま、う、あ、ほぼ最安値に近いみたいな。ちゃんと体しっか返してる。 上ではねそうそうそうなんでやっぱそこはもういい買い物だと思うんだけどね。まあ300万で普通,普通買える馬じゃないよっていう。お他サウスいないね。おパイロが多いのパイロが、うん。パイロまたね一発ある気もするけどね。ちょっとね疲れがたまりやすい馬なんで、うん、そこはちょっと心配やなっていうのがあるけどね。つ、う、な、ん、そうそうそうぎ立ってる馬だとむしろたまりやすいみたいな。127? 127。エンパイメーカーか。まあ、でかいよね。エンパイメーカー2だけででかい。うん、あー、エンパイアメーカーって感じだね。ちょっともう足の、ちょっとね、長い高足っていうのかな、これ。うん。そこあんま俺ね、好きじゃないんだけどね。まあ、上級者の先生もそんなにっていう。うん、まあ、エンパイメーカーらしい、全体的にでかいっていう。まあ、ですね、っていう。 あとは、なんだっけ、な、俺もちょっちゃっと見て、おーこう死に身とかね、どうなのかしらみたいな。ただ、まあみんなも知ってると思うけど、これ、あのー、セレクション1000なんで、最低500万から。最低500万からだから、まあ言っても JRA 持ってくるような馬おーがまあ出てくるようなとこなんで、まあぶっちゃけ、おーぶっちゃけちょっと死んじゃうんですけどみたいな。おーこれ走らなかったら死んじゃうんですけどっていう。 おレベルなんで、まあ、インディウムとかが、あの、ここから出てますね、と、そうだ,だとねお。そうそうそう。なんで、まあ、言っちゃいいんだけどね。そうそうそう。とはいえ、まあ、俺はまあ、サマーかなと。うん、サマーは、えー、8月22日、まあ、これし、いけないと思うけどね。おもう、先生方に、まあ、お金、その時、ちゃんと馬が稼いでくれたら、あの、先生方にお金を渡して、これで買ってきてくださいって。 ってななるかなと思うけどね、まあ、一応、そうか、言ったっけ、補助場、おあれ、どこ行ったっけな、紙。お補助場の一応申し込みおは、したお。補助場。どこ行ったっけな、紙。お補助場の申し込みは、とりあえず、飯田先生に送った。うん、で、それで、当たったら、50万もらえるらしいっていう。おう当たったのな。 ただもらいよ。うん。なんで、飯田先生にちょっと頑張ってって言って、お渡した。うん。まあ、渡先生もちろ良かったんだけど、くじ運どっちいいですかって言ったら、あの、飯田先生でみたいな。おまあ、一応飯田先生2年連続、あの、くじ任せて、2つともなんか二桁着印だったけどね。お優先順位的に。うん。まあ、今年何人引くか分かんないけども。まあ、でもね、五週でかいよね。5週って言ったら、だって年会費が1万でしょ。お結構なもんよね。お セレクト行くみたいなこれ。文字は抽選なんか月末。うん。月末。だからそこはちょっとね、また行こうっていう。あー、なんかでもちっちゃいね。おおなんか、おー、ちっちゃいなっていう。お結構つなげたっていうね。この何だ結構ダートっぽくないこれ。歯つくいか。歯つくいか。目がね。おお目がそういう感じよねっていう。おお気性が。うん、ね首も細くて、さすが、なんていうんだろう。セレクトセールに出てる。 だけあって、お上品な顔しておりますなっていう。いつだっけ、セレクトセールって。また、あれでしょうん。あのー、ね、投稿の,のマルシさんが買うんでしょっていう。おそうそうそう。まあ、補助場はね、ちょっとまた、あのー、半月後、まあ、2週間後ぐらいかなお。月末なんで、申し込みはもう終わってる。おただもらえよ、だから。当たったら50万。別にリスクないから、申し込みただやし。うん。だから、とりあえず、 あの申し込むだけ申し込んだん。どういったみたいな、うん。そうそうそう。サマーでね。なんか、またプロバイドみたいな馬に出会えたらいいんだけどね。俺的には再現性あると思っていて、俺が、だからね、俺たちが、あの、決闘は OK だというのを選んでもらって、あとはプロの先生にバターを見てもらっていいといった馬は基本的には走る。うん、マジで。うん、じゃ俺がちょっとでも妥協すると、あのー、 ットだらみんなに聞いてない馬を、まあいいかなと思って乗りて買うと大体失敗するっていう。うん、その辺の再現性はあるから。うん、だからまあ、多分、まあそういう意味では事前準備しっかりしていって、まあリストに20丸入ってた、えー、とシュプレムは俺はもう相当自信ある。うん、シュプレムね。うん、まあ、シュタルクも若干そのちょっとやっぱ今見ても、 まあ、サウスとしての決闘としては、まあ、ちょっと三角、白三角だけどお、まあまあ、ハーチチスペっていうところは、全然ダート馬としてはありかなっていう、うん、のはあるからね。おやっぱそこは、まあ、ニジンスキー入ってるし、おバックパス入ってるし、おそこは全然いいと。おただ、桜井隆夫はいらんなと。マジで。お桜井隆夫はいらんなと。 いうのあるけどね、これ。おー、らく。おなんか登録されてるみたいだから、ゲット見てみれば。おこのスター、も本ほんと4、惜しい。マジで。こそ4分の1がマジいらんっていうね、これ。おここに、例えばミスプロとか。おまあ、ミスプロだよね。おとか、まあ、俺の理想で言うと、そうやな。 まあちょっとニジもういいよね。ここでニジンスキーとかのクロスが入る感じがいいから、まあやっぱり、ジェイドロバリーとか、ジェイドロバリーの近親のなんか母とか、うん、まあここジェイドロバリーでもいいよ、うん。とか、が、まあ入ってくれたりとかしたい。だあとスキャンとかね、スキャンお。スキャンとかここに入ったらマジ神だったんだけど、イランマサクライとかお前、シバウマじゃねえんだからマジでっていう。 おここね、ほんと惜しい、マジでお。でもまあそんなもんなんだけどね、実際。おだからもうこ、完全このね、芝馬を狙ってで、つけてみましたけど、ダートでしたみたいな。サインゴールドみたいな。おっていう感じだよなっていうね。うんまあ、サウス出して、もう、まあここだよね、ほ、うん四4分の3は合格お。ここいらんわ、マジで。お相当いらんっていう、桜井高尾農山テストで。 完全芝じゃんみたいな、これお。ここいらんわっていう、マジで。そうそうそうまあまあ、完璧はないんですけどね。シュプレム乗ってんのかな、これ。スマイル、シュープレムー乗ってんのかなあ、乗ってんだ。早いね、これ。おまあ、こっちえまた JR に行って、勝ちたいね。そしたらまた行けるよお。中央へっていう。ただまあ、今回はね、そんな芝っていう感じの馬はいないから、あーまあ、ねえ、 そんなに、じゃあ行こうぜって感じは、まあ、ぶっちゃけしてないけどね。まあでも、せっかくね、得られた権利もらえるんだったら、行ってみてもいいかなとは思うんだけどね。うん。まあこんな感じ。ちょっと長めのね、こっちは長めだなっていう。もう、こっちはもう、ヌルイエフのクロス。まあその他、このノーザンダンサー系のハイペリオン多め。おも狙った通りだったから、マジで。おだまあ結局、ジャンポケ出ちゃったから、出ちゃ,出ちゃったら、もうキャシャーな感じになっちゃうから。 死亡はペラペラみたいなお。そこ全然ないから、マジで。うん。だからそこはもう本当に、ああ、狙った通りやなと。うん。ジャンポケでね、ちょっとやっぱり、あの、長めの距離になっちゃうし、まあね、すぐにデビューできないだろうから心配したけど、今んところやっぱこのヌレイフの三角音がしっかりと出てるっていう、ハイペリオンが、おもうその重厚な感じが、重厚な感じとか、書き込む感じ、ダートの。お まあそこしっかり出てるっていうので、まあ、ここはもう,狙う、もう、決闘を狙った通りのものが出てきたなと。まあ、バブルもね、そんなにう悪くないし、うまあ、OK でしょうっていう。うん、そうそうこれもまあね、明日、えー、ショプレムは明日、の、え、け、ー、なんで、うまあ、こいつも、えー、お楽しみとういう感じかな。そうそうそう。うねっていう。うん、まあ、 どっちもねまずは無事にデビューしてほしいけども、まあ、納クリアしなきゃデビューすることもできないんで、そうそうそう、まあ、楽しみにしてますね、という中で、えー、水曜日に、まあ、新馬戦が第1回、も、まあ、うちのまま出ないんだけど、まあ、その他もね、始まるんで、まあ、相変わらずね、なんか、なんだろ、この新馬戦、新馬の少なさ、なんでなんだろうな、これ、毎年、いつも思うんだけど、なんでこんな新馬戦、いつもその他遅いし、トーいにないし、みたいな。 感じなんやろなっていうね。まあまあ、ライバル少ないのは全然いいんですけどっていう。うん、まあ、貯金やっぱりシンバ出すんだったらね、どうせっていう。だったら難関に行くでしょうとか、そういう感じなのかな、やっぱり。だって、納券通っただけで難関だと50万もらえるんやでっていう。もうなんかその時点で勝ちじゃんみたいな、うん、のはね、確かにあるから。 まあ、差があるっていうねお、差があるって言えば、まああるんだけど、難しいわな、まあ金だけ言ってもらったらね、もうちょっと松田さん、こんばんはね、ね、はい、こんばんはってことで、もう終わりすかけですけどもっていう、まあ、とりあえず、し、えっ、ー、たるく農研、えー、合格、おめでとうってことで、おまああと明日ね、あのー、まあ妹分というか、女の子の方のシュプレムも農研に行くんで。 まあ、こっちもね、ちゃんとクリアしてきてほしいなとは思うけど、おまあ、私先生には大事に言ってほしいよね、うん。ここは、あの、その焦る必要ないし、今年は、そのさっき言ったけど、1004のシンバが、シンバ戦、うん、が、あのー、早い段階であるんで、そこは、まあ、ご安心ありと。ラッキーだよな、ね、ある意味。820使わなくても、1004の方で、マ、ま、ッ、あ、シュプレム出ればいいんで。 それれれで力ね出しきてくれればいいなと思うけど結構ね、まあまあ、あのー、この2頭比べると、シュプレム、ヒンバの方、なんかうちヒンバの方がよく走るんだけどお、割と順調みたい。そうそうそう。4幕の場の始の俺もね、それ気になったんだけど、これ。お何この角田宏みたいな。うんこれねお、ちょっとわかんないです。はい。なんか、それ込みで登録されてたのかな、みたいな。星の発信元みたいな。 星、橋本牧場みたいな。2歳児の園田は賞金的には多いし。で、そう思うんだけど、うん、あんま登録ないんだよね。うん、まあ、やっぱり門別でしっかり鍛えて、で、そこからね、まあ、中央なり、南関なりに勝負したいっていう馬のさんも多いのかな。おあまあ、それがもう南関で直でみたいな、うん。っていうのはある、ぶっちゃけあるかもしれん。だからまあ、結果的にその中、 中間層であるそんなにマシンは回ってこなないいみたいなスマファルよく走ってるよね。これちょっとこれ注目だわ、これマジで。おスマファルいいかもお。まあこれしかもデュピティだしね。フレンチデュピティだしね、これ。おデュピティにスマファル、なるほどな、ハイブログ。ハイブログ出てくるかな。 ちょっとねスマファルに何が合うかなっていう、まあ、あの、ゴールドアリュール、おー安い、安くゴールドアリュールの血を、まあ、持ってくる、なんてこれ、うないじゃんのであれば、いいかなみたいなお、とは思うんだけどね。そうそうそう。だ結局、まあ、アリュールの、そのままでいくと、やっぱボバじゃないとみたいなのがあるけど、うん、ああ、なるほどね。ストームキャット、まあ短距離。 いいね、これ。おまあ、リュールにね、これ、おまあ、ロベルト持ってきて、みたいなお、ところ。これ、走信じゃね結構、やっぱりお。ハイブログ。みんなちょっと覚えといて、みたいな。おまあ、フレンチデビューねおー、父としてもね、やっぱ優秀だから、まあ、金環もそうだけど、おまあ、この辺もちょっとね、これ、近々、まあ、ちょっと手出していきたいしっていう。お セクションセール、アリュール65はよく見えます、ね。なるほどねってこと、ちょっと時間がないんでね、これ、65五軽く見ようか。うん、まあ、スマファルね、アリュール3区でスマファルね、65は。まあ、ちょっと、バタいはね、俺も正直おちょ、でかいからちょっと見,ちょっと見納めんけど、まあなんかスマファルっぽいよね、これね。つなぎもいいし、おまあもう言わないですけど。ちょっとね、そのスマファルとして、 何がいいかっていうのはね、そろそろまあ、その走る馬の傾向とかも出てくるから、まあ、そこからね、ちょっとしっかりと見ていこうと思いますってことでね。はい。じゃあ、エンディング直します。 ってことで、ね、はいこうで今日はシュ、えー、タルクの農研情報でございましたということで、ねまあ、普通に、はい、普通にま着ということで、うん、まあまあ、ここはまあ通過点かなと、まあ、農研なんで、ね、そもそも脳剣なんであんまりここで喜んでもまあ仕方ないですねと本番は、まあ、やっぱり本番でねちゃんと、まあ、ジョッキーを乗り、ね、本気で勝ち行き いろいろあるんで、うん、あとバボンも、ねまあ、不良ババだったんで、まあ、タイムも、ねまあ、そういう意味では平凡であると、うんまあ、いう感じなんでね、ぜひ、えー、しっかりとお、まあまあ、この調子でってことで、まだ飯、ね、田、あのー、先生によると、まあ、上積みというか、まだ全然発展途上なんで。うん やっぱ不条も覚えてないし、まあ、新馬として競争馬として、まだまだやんなきゃいけない、覚えなきゃいけないとかある、ただこの農研を通過したことによって、まあ、よりね、まあ、一歩前に進んだことは間違いないんであの、頑張ってほしいなと思ってますね、明日は,、えー、今度はシュプレンの番ですと、牝馬のね、えー、西脇で、えー、こっちもこっちで、まあ、まあ、まあ今んところ、はい、順調ですということで、思う、まあ当たり前まず農研パスは当然なんだけど、まあ、多分ね、馬なりでさっと、お 普通にまあ、あの時計出してくるかなとは思ってるんだけどやってくれるんじゃないかなと俺的にはちょっとシュプレムの方がまあ決闘的な自信があるんでまあ、こちらの時計もまた明日お届けしたいと思いますんでよかったら聞いてくださいはい、こ Twitter 流します。配信情報を Twitter 流しますんでよかったら見てくださいこの後今日は終わりますどうもありがとうございました